おお、冷えるね。本番いきます。よーい。カメラオッケー、フォトオッケー、役者オッケー、よー、スタート。どうも皆さんこんにちは。監督ラブの監督です。夏がもう迫ってきている。今年の夏にあの NASA が開発した素材、それを使ったいい商品あります。炎天下の外はもちろん、人口密度が高い地下鉄、ジムでのトレーニング、はたまた運転中にもおすすめ、夏の暑さ対策にバッチリなクーリングネックチューブを紹介します。開封の儀、こちらでございます。裏、オシャンティーなパッケージ、開けていきます。こちら本体、表面はツルツル、裏はシャリシャリしてます。重さ 144g、 19cm、 16cm、 首にセットしていきます。いい感じですね。締め付け具合は特にありませんね。ピタッとくっつく感じです。この先端、なんか猫の手みたいでとても可愛いです。今はこんな感じの柔らかさ。ではこちら冷凍庫で固めていきたいと思います。はい、というわけでですね、キンキンにこちら凍らせてきました。見た目はほとんど変わりませんね。カチカチなんですけども、おー、冷えるね。めちゃめちゃ涼しいです。こちら首が太い方でも、これ少し大きさをですね開くことができますので、調整することができます。こんな感じでございます。いい感じで体にピッタリとくっつきますね。NASA の技術が使われている、あの NASA が開発、28度以下で自然凍結効果が期待できる PCM 冷却技術を採用。この PCM はアメリカ航空宇宙局が宇宙飛行士のために開発した新素材です。この中に入っているゲル素材は凝固が早く融解が遅いのが特徴です。また再利用が可能で、なんと無限に使えます。使い方と使用、こちら電池は不要、冷蔵庫は45分、冷凍庫はたったの20分入れておくだけで、こちらすぐ使えます。この本体、重さ 130g、 とても軽いので外出時にさっと持っていけるサイズ感です。ちなみにこちら腹張りがありまして、とてもオシャンティーなので、ファッションアイテムとして使うこともありだと思います。こちら涼しく快適な着け心地、この先端部分大きくなってますので、首からずれ落ちにくい仕様となっております。また従来の保冷剤とは違い、長時間の使用で水になることはないので、服や髪を濡らす心配はございません。見た目通り、ただかけるだけ、長い髪の方、扇風機などに髪が巻き込まれるという心配も全くございません。安心して使えます。使用環境について、こちら軽量なので外出にさっと持ち運ぶことができます。長時間首にかけても低負担、炎天下の外はもちろん、人口密度が高い時間の地下鉄、ジムでのトレーニング、屋外での仕事中、はたまた車運転中にもこちら使うことができておすすめです。本体このまま使えますので、コンセント、電池は使いません。暑い夏、お子様や高齢者にも安心して渡すことができます。いかがだったでしょうか。こちら初めはつけたですね、感触がですね残るのですが、しばらく他の作業をしていると全く気になりません。毎年必ず訪れる真夏に対抗できる最適なアイテム、パッケージ、本体ともにとてもおしゃれで、買ってすぐ取り出して使うことができます。また様々なカラバリもあります。グラデーションがとても綺麗で、ファッションアイテムとしておすすめです。もしこちら興味がありましたら、ぜひ動画概要欄をご覧ください。監督ラブの監督でした。また次の動画で会いましょう。これは夏絶対に使うな。あの NASA が開発して熱い、うー、きた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 、ファッションアイテムとしても絶対これめちゃめちゃ使うと思うよ、この夏。